髪の毛。こう、そのチョコは危険だ。ペッてしなさい、ペッて。家族チョコの家なが、母と姉妹で確定3個。え、こう、そのチョコ、やばくね。本命チョコ2個のみこと。はてはて、そのチョコは必然か偶然か。義理チョコ15個、和義。せっかくのバレンタインなのに、チョコ嫌いになりそう。呪ってそうな、あの人とか喋ったことないし。他に黒髪といえば、まどかちゃんよな。もしかして、まどかちゃんからもらったのか。いや、まどかから。なんだ、違うのかよ。じゃあ、このチョコは誰のなんだ。わからない。放課後、机の中に入っていたんだ。なんだ、入らない。チョコ？このチョコ触りたくね。黒髪、いや俺は違うからな。もしかしたらチョコにまみれて黒になったのかもしれない。佐藤のぞみとか、いや真帆ちゃんかもしれん。意外とゆきとかの線も。おかしい、何かが引っかかる。和義くん、コウにチョコ渡せた？コウの机の周りうろちょろしすぎだよ。机に入れとけば食べたでしょ。あ、やっぱ食べたんだね。まどか、はーい。こう、後で感想聞かせてね。うん、分かった。和義くん、俺に変なチョコ食わせた理由教えて。だってお前、まどかちゃんのこと呼び捨てにするから。バレンタイントラウマになってしまえと。まじないよ。はぁ、あ。まどかは幼稚園からの幼馴染だ。鬼ごっこしよう。やだ、私が鬼ごっこするとすったらするの。ああ、わかったわかった、話せって。何それ、羨ましすぎるだろ。そうか。なあ、お前らもそう思うよな。飽きて TikTok 撮ってるんじゃねえよ。いやでもチョコ手作りして渡さねえよ普通。お前の嫉妬、執念をたたえよう。和義くんの言い分はよーくわかったよ。でも食べ物で遊ぶのは良くないね。マジごめん、謝るから。本当にごめんってな。ちょっ、あー、こうって意外と根に持つタイプなんだよな。かわいそう。